球目はそのまま打って2球目は軽く打ってから芝から打つ、そんな感じで今日はプレーしてみたいと思います。ホール53ヤード。余計な木とかもなくなったんで、ただまっすぐ打つだけです。風は左から右と。今日は内角をかなりアップライトにしてきたんで、それのテストにやってきました。ちょっと最初慣れないけどいい感じがします。といってもやっぱりちょっと強く出ちゃいますね。あそこまで行っちゃいました。雨やばいっす。ここです、ここです。こんなとこ止まる。砂と芝のハイブリッド大嫌いです。お無駄振りけど、まあ、まあ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 、このウッドパターどうですか。美しいです。めちゃめちゃ重心がずれてるんで難しいんですけど、なんかこう入ることが多いんですよね。友人からいただいたんで大切に使ってます。久しぶりに芝から打つんでね、距離感が、でもこういうのって大切なんじゃないかなと思ってます。ちょっとしたくぼみに入っちゃってるんで、これはなかなか難しいです。
球目はちょっと薄く入りましたね。2球目は芝からなんで、エッジからピンまで距離がないから高く上げてと思ったらショートしました。1打目は良さげですね。2打目は芝から打って、そろそろ青い芝で強いんで強めに打ったら、さっきショートしたんで今回強めに打ったらちょっと強かったんですかね。なんか高く跳ねてたんで、ちょっと後で動画で確認してみましょう。スローにストロークさせて、スローにストロークさせて距離が出ないように殺したつもりですけど、やっぱりあそこまで行っちゃいましたね。ちょっと木が邪魔で振ったらハーフトップして、どこまで、あらら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 、あらららららら、こんなん絶対無理。やっぱちょっと力んで強く入っちゃいましたね。いくらなんでも狙いすぎましたね。これを入れればなったんだけど、
球目スピン入ってギリギリここで止まってます。ギリギリすぎ。よいしょ。あの勢いじゃスピンなかったら落ちてました。2球目は芝から打ってちょっと足りないとここまで落ちてきちゃいます。で9番ホール48ヤード、ピンはちょうど隠れてるんで、上げないと寄らないですね。スピン入れるためには結構低く出ちゃうんで、それを上げるためには48ヤードで高めの球か。1球目ドロー系のスピンだったからか落っこっちゃいましたね。2球目はね、前に出してから打ったんでより高く上げなきゃいけなかったんで見事ショート。カップから 1、2歩もう2ヤードぐらいしかない。そしてここも2ヤードぐらいしかない。でもってギリギリ打てそうな。よいしょ。いや、ほんの数ミリ薄く入ったな。あと3ミリぐらい下だったな。でもグリーンに乗ってるんで良しとします。フライトにしてきたウェッジでも外角63度なんで一般的なクラブと一緒です。僕が身長160なんでフラットにしてましたけど、こっちの方がフィーリングが出るみたいですね。ちょっと強く出るんでその辺を修正できればと思います。